覚えてないの、姫子。どれどれ、誰？姫子はまだ赤ちゃんだったもの。ほら、小学校の頃、斜めお向かいに住んでた山下さんちのお姉さん、よく遊んでもらったじゃない。ずるい、山も思い出す。初音さんね、学校の先生になるんですって。それで今度教育実習生として10日間だけ風立ち中に行くことになったみたい。初音ちゃんが来るの？本当？でね、今のお家からじゃ通うのに遠いから、ここに泊まってもらうことにしたのよ。やったー、やったー。愛子、コーヒーちょうだい。はい。ねえお母さん、初音ちゃんがうちに来るんだって？そうよ、あんたたちみんなで助けてあげるのよ。なんたって姫子みたいなの40人も50人も一度に面倒見るんだからね。せめてうちではゆっくりさせてあげないと。はい、お母さん。あー、どうもありがとう。ね、初音さんのお部屋どうする？ん？私の部屋で一緒がいいよ。夢も。ダメダメ、うちでまでこもりじゃあんまりだわ。あら、そういえばそろそろ来る頃だわね。ちゃんと一緒なら心強いな。初音さん、安心するのは早いわよ。姫子のクラスはなかなかの強者が揃ってるらしいから。強者って何？うるさい、姫子はもう寝なさい。私たちが中学生の頃なんか、喧嘩にいたずらで叱られてばっかり。シーンなんてされるより、少しぐらいおてんばでも元気な方がいいと思うわ。私はね、生徒と一緒に心から笑ったり怒ったりできるような、そんな熱い先生になりたいんだ。うんうん、素敵ね。あんたたち、いい加減にもう寝なさいよ。はい。さあ、姫子、姫子。あ、初音ちゃん、明日一緒に学校行こうね。うん、おやすみなさい。あ、楽しみだな。明日学校でみんなに自慢しちゃうんだ。愛子お姉ちゃんとはまた違ったタイプだね。頼れる姉御派だって感じだな。ちょっと、しっかりチェック入れてるじゃないの、ポコタン。ねえ、姫ちゃん、この服おかしくない？全然、素敵って感じ。そう、髪型は？そんな緊張しなくたって大丈夫だって、初音ちゃん。そうだ、勇気が出るおまじない教えてあげる。いい？いけいけ、ゴーゴーじゃーん。ね、わかった？一緒にね、せーの。いけいけ、ゴーゴーじゃーん。ね、は、いっちゃんだ。頑張って、初音先生。おはよう。おはよう。よし。今日より10日間このクラスを担当する教育実習の先生を紹介する。おい、山下。は、はい。やりかわいい。最高。先生、こっち向いて。お写真ください。初音先生。山下、自己紹介。はい、今日から教育実習生としてこの C 組を担当することになった山下初音です。はい、どういう字書くんですか？こういう。読めません。後ろ後ろ。ほら。 ありがとうございます。初音先生。はい。うわ、かわいい。うっとり。良いお返事でした。ちょっと、なんなのよみんな。こら、新谷先生。それでは1時間目はホームルームにする。お前たち、あんまり山下先生を困らせるんじゃないぞ。じゃあ俺は職員室に戻ってるから、まあ頑張れ。はい。あの先生。よし。さて、ホームルームって何をすればいいのかな。誰か教えてくれる？
ずうずうしい。とにかくよろしくね、みんな。はーい。よしと。ご苦労さん。ゴリ先生、今日は疲れました。おいおい、一日目からそんなことじゃ困るぞ。ほら。すみません。いいなあ、姫ちゃんのクラスは可愛い実習生で。へへ、おまけに私の家に下宿までしてるんだ。へえ、いいな、いいなあ。って言っても教育実習の間だけだけどね。それでもいいな。うちなんかもう最低だよね。うん、教団たちなり、君たちは今青春の真っただ中だって。へえ。あ、噂をすればあれがその小暮先生よ。でも一生懸命って感じが。だからそれが。ひめちゃん、ん、初音先生、これからバレーボールやるんだ。ひめちゃんもおいでよ。まなみといっちゃんもやろう。え、私たちもいいの？みんなでやろう。誰？初音先生、がんば。あ、先生いい匂い。香水ですか？キャメルでしょ。そう、キャネル。やだ、強かった。うん、大人の色気ってやつだな。キャネルの香水くらい、私だってママにもらったの持ってるもん。ごめんごめん、学校に香水は似合わないわよね。つい癖でつけちゃった。以後気をつけます。さあ行くわよ。というわけで、日本列島は世界的に見ても降水量の多いところですが、そういえば天気予報で午後から雨だって言ってたけど、みんな傘持ってきた？雨？傘なんて持ってきてないよ。やだ。マジ？俺傘ないよ。あら、彼女の傘に入れてもらえばいいじゃない。いねえもんそんなの。ほんと？小林くんモテそうなのにね。それじゃあ先生の傘に入れてもらおうかな。俺大吉ずるいよ。あー、俺も俺も入れて、俺も入れて。なんだか突然モテちゃって困ったな。俺が傘持ちます。お前自転車だろ。僕が荷物持ちます。授業を続けてください。それとも男子を誘惑に来たんですか？あ、ごめんなさい、私が話を脱線しちゃったから。どこまでだったっけ。そうそう、日本は降水量が多いって話だったわね。生徒と一緒に怒ったり笑ったりってのも楽じゃないな。そうだ、いけいけ、ゴーゴー。こら、待て小林。待ったか。待て待てで、キャラバタか小林。変わってないな、ゴリ先生。よし、私も頑張ろう。帰りハンバーガー食っていかないか。うん、いいね。まったく、何者なのよあの教育実習生。さっきだって痛いけな大地くんに色目使ったりして。そんな風には見えなかったけど。見えたわ、見えたわよ。香水なんかプンプンさせて、ちょっとくらい可愛くて、私たちより多少胸が大きいからって先生になれるなんて思ってもらっちゃ迷惑よ。男子も男子よ。休み時間まで初音先生、初音先生って鼻の下こんなに伸ばしちゃって。そうそう、ほんと嫌になっちゃう。それでね、私にいい考えがあるんだけど。聞いた、初音先生ってさ。初音先生ってちょっとあれなんじゃない？どうしたんだろう、なんだかクラスの女子の様子がおかしい。ねえねえねえ、日比野さんがね。聞こえません。ごめんね、もう一度。日本列島は低い緯度の地方から来る2つの暖流の影響を受けます。この2つっていうのは、松永さん答えて。わかりません。
そう？教科書の下の方を見てみて。わかりません。そう、じゃあ佐々木さん。わかりません。そう、ああ、誰かさんの下手な授業のせいで勉強が遅れちゃうわね。はい。日本海流と対馬海流。先生、女子はみんな寝てるみたいだよ。そうね、お弁当の後でみんな眠くなってきたかな。それじゃあ教科書を閉じて。残りの時間は実習授業にします。みんなで日頃お世話になってる風立ち一をきれいにしよう。今は地理の時間でしょ。そうよ、ゴミ拾いは立派な地理の勉強です。やってみれば結構楽しいんだな。はい。頑張ってるね。ところで女の子たち知らない？さっき体育館の裏の方で見かけましたけど。姫ちゃん一人？うん、それが。あなたたち、ゴミ拾いはどうしたの？校庭の掃除は1年生の担当です。でもこれは授業の一環よ。別に成績に関係ないもんね。試験にも出ないしね。というわけで、私たちゴミ拾いはしないことにしたんです。私のやり方が気に入らないなら仕方ないわ。でも教科書には載ってない大事なことってたくさんあるのよ。私の大地くんにちょっかい出したくせに、先生ぶって偉そうなこと言わないでよ。私の？そうね、小林くんは素敵ね。私が10年若かったら好きになってたかもね。なんですって？それが先生の言葉？小林くんのことが好きなら誰とだって正々堂々と戦えばいいじゃない。大事なことってそういうことよ。先生嫌い、大嫌い。私だってあなたたちみたいなわがままで甘ったれの生徒なんて大嫌い。はあ、私の授業が気に食わないなら出てっていいわよ。ひどい。行くわよみんな。ちょっと待って、ここはあなたたちの教室だったわね。私が出てくわ。さよなら。何をいいこぶっちゃって。初姉ちゃん、あれでも先生。どうかんバカモン、廊下を走ったと言ってるだろう。ごめんなさい。やましと。ごめんなさい先生。やましと。初姉ちゃん。おい野の原。みんなの言う通り、私先生には向いてないみたい。そんな、そんなことないって。ごめん。あ、初姉ちゃん。どうしたんですかその顔。生徒たちにやられました。なんか自信なくなってしまって。私が何とかしなくちゃ。山下、よく戻ってきた。人生逃げてちゃ何も始まらん。ドンとぶつかってき、俺がついてる。へえ、ゴリ先生って結構いいとこあるじゃない。ん？どうした？はい、ドンと行ってきます。立ち直りの早いやつだな。教師には向いてるぞ。うん。ちょっと、どういう神経してるの？さっきはつい心にもないこと言っちゃったけど、本当はみんなのこと大好きだからね。あんなひどいこと言っておいて心にもないですって？あなただってね。どういけない、丸く収めなくっちゃ。よし。この通り謝ります。さっきはごめんなさい。
丈夫ですか？ありがとう、大地。野の原、ちょっと、なんだかんだ言ってまた大地くんとイチャついて。違うってば。なにこれ。お願い、授業受けてちょうだい。ドジだけど根性だけはあるのね。初姉ちゃんどうしたの？お母さんがビール飲ませたの。いや、あんまり落ち込んでたからさ。そしたら一口で酔っ払っちゃったみたい。ちょっと生徒にいじめられたぐらいで逃げてきちゃうんだから、本当こんな先生じゃ生徒も迷惑よ。どっちが生徒だか分からしない。どうしよう、ポコタン。このままじゃ初姉ちゃん本当に自信なくしちゃうよ。そうだ、山下。ゴリ先生。いいか山下、人生逃げてちゃ何にも始まらないぞ。ピョンとぶつかってけ、ピョンと。それを言うならドンとじゃないの、姫ちゃん。ああそうか、いいか山下、ドンとだ、ドンといけ山下。ドンと。そうだ、俺がついてるぞ。これで元気になってくれるといいんだけどね、ポコタ。え、姫ちゃん、早く元に戻ってくれない？なんか落ち着かないな。え？いろいろ心配かけちゃったけど、もう大丈夫。そうそう、昨日ね、夢にゴリ先生が出てきたんだよ。とうとう最後の授業になってしまいました。とは言ってもこの10日間私の力不足から授業らしい授業ができなくってごめんなさい。だからといっては変だけど、今日も授業はしません。私ね、よく考えてそれで決めたの。先生になるのやめます。だから最後に一つだけ、私の山下初音の頼みを聞いてください。私も10年前はゴリ先生のクラスの生徒だったのよ。そうなの？目指すっていうのはどうかと思うけど、初音先生みたいな先生がいてもいいと思うわ。日比野さん、諦めることないわ。ありがとう、ありがとう、みんな。初音ちゃん、姫ちゃん、あれやろ。うん、いけ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 、ゴーゴー、じゃーん。
おしっこしないでよ。姫ちゃんが子犬を拾ってきてしばらく飼うことになったんだけど、この子犬が元気が良すぎるんだ。姫ちゃんたちは学校に行ってるし、お母さんは大の犬嫌い。部屋中暴れ回るポチにお母さんはただ逃げるだけ。さすがの僕もお手上げだよ。次回、名犬ポチにご用心。いけいけゴーゴーちゃん。